の名前は新一。郊外の小さな町に住んでいる。飼い猫のピートが迷い込んだのがきっかけで、僕は丘の上の屋敷の住人 N 博士のガレージに通うようになった。 N 博士はなんと1万年前に地球に不時着した宇宙人で、ガレージの中で様々な発明品を作っている。彼の発明の最高傑作は超美人型女性ロボットのボッコさんだ。そのボッコさんの人工知能がある日、人間の恋愛感情をディープラーニングして僕のことを好きになってしまった。そんなボッコさんを僕も好きになったが、何しろ問題が山積みで。あれ？ガレージの前で N 博士がテントを張って焚き火をしているぞ。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。博士、何やってるんですか？おお、新一、グランピングだ。グランピング？グラマラスとキャンピングを合わせた造語よ。知らないの？すごく高価なキャンプという意味です。ボッコさん、カオルさん、こんばんは。これからな、肉を焼くんだ。新一も食べていくだろう。ああ、食べます。あ、でもこの町って庭で焚き火をしてもいいんでしたっけ？薪を燃やすこれくらいの焚き火なら OK ですよ。焚き火っていいわよね。火を見てるとなんか落ち着く。ロボットでも落ち着くって感じあるんですか？新一、ボッコをグランピングに連れて行ってやれよ。でも僕テントとか一人で立てられないですよ。ボッコがいれば大丈夫だ。実はこのテントもボッコが張ったんだ。でもいくらロボットでも女の子にテントを立ててもらうのは違う気がするな。でもな、山の中で星空を見上げながらボッコと二人きりなんてロマンチックだぞ。それにお前のアウトランダー PHEV なら電源が取れるから、都会の便利さをキャンプに持ち込む正統派のグランピングができるじゃないか。そうか、ボッコもグランピング行きたいよな。は？行ってあげてもいいわ。なんか乗り気じゃなさそうですよ。よく見ろ、手はガッツポーズしてるだろう。あ、本当だ。よし、じゃあこれから2人でグランピングの下見に行こうじゃないか。いいですね。カオルくん、ボッコ、肉の下ごしらえ頼んでいいかな？はい、任せてください。勝手に行けば。じゃあ便利カーに乗った乗った。ピート、おいで。それではグランピングを極める旅にヒアウィーゴー。 If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Fly with me. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りします。さあ、まずは千代田区一つ橋にある出版社小学館の前に到着だ。 N 博士、こんばんは。ああ、大沢さん、お出迎え恐縮です。新一、こちらは小学館のアウトドア雑誌ビーパル編集長の大沢隆二さんだ。はじめまして、新一と言います。大沢さん、こいつにグランピングの基本を教えてやってもらえませんか？はい、いいですよ。大沢さん、どういうことをグランピングって言うんですか？まず、グランピングは何もしなくていいっていうか、アウトドアのすごくいいところだけ、そこだけを体験できるように楽しさのエッセンスをこう抽出したような、そういう体験がグランピングと言われてますね。何もしなくていいっていうのはどういうことなんですか？まあ、例えばキャンプしようと思ったら、前の日に食材を買ったりして何を作ろうかなと考えますけど、そういう準備をしなくていいんですね。もうそのグランピング場に行けばですね、まあ、道具もある、それから食材も用意してくれる、まあ、場合によったら焼いてくれる、そういう、まあ、手ぶらで、まあ、何も準備しないで体験できるのが今日本におけるグランピングと言われています。じゃあ行った
たらもう全部あるわけなんですね。そうなんです。しかもおしゃれおしゃれなんです。そうなんです。まあテントであったり、そのバーベキューグリルであったり、肉のカットからそのお皿からカトラリーまでですね、やっぱみんなちょっと高級なものを揃えていて、アウトドアっぽい場所で美味しい料理を食べる、そういうとこだけを抽出してその楽しさだけを提供するということですかね。なんかキャンプだとそれこそまあ大自然の中にいて、まあ自分たちでテントを建てたり料理したりっていうのがなんか楽しいっていうイメージもあるんですね。まあ、それはキャンプが好きな人ですね。でも日本でキャンプが好きな人ってキャンプ人口って言っても800万人ぐらいしかいないって言われてるんですよ。800万人ぐらい、人口にしたら本当に 3% とか本当に少ない。まあかつては日本にもキャンプブームがありましてね、巨大な、それは1995年ぐらいなんですけど、この頃はもう1800万人とか1900万人年間キャンプしてたんですよ。今のもう倍以上は、もう大オートキャンプブームっていうのがありましてね、まあ、それからだんだん沈静化していって、最近またアウトドアブームの、まあ 3.11 以降ですね、いろいろな形でその自然の大切さを再発見したりですね、サバイバルっていうんですかね、そういった能力がちょっと必要なんじゃないかとか、そういうことでアウトドアがまあ再注目されたり、まあ、あるいはちょっとフェス、野外音楽フェスですね、はい、ああいったものを体験したような人たちが、まあ、アウトドアに興味を持ったりとか、そういうことで今ちょっと盛り上がってきてますね。そういう人たちの中でまだキャンプをあんまりしたことがないんだけれども興味があるね、アウトドアにと、なんか自然の中で肉とか食べてみたいよねとか焚き火したいねとかっていう、その楽しいエッセンスの部分だけをやってみたいなと思ってる人がたくさんいるんだと思うんですよ。そこ、じゃあキャンプをやってる人がそこのグランピングに、まあ、行く人もいるとは思うんですけれども、はい、というよりはキャンプとかをこうやったことない人たちがちょっと体験するのに行くのがグランピングっていう。そうですね、むしろそうだと思います日本では。正確なその定義みたいなものは決まってないもんね。難しいんですよこれが。今日本には2系統ありまして、まず一つはそのリゾートホテル系のグランピング、これはまあ例えば河口湖にある星のや富士、昨年の秋にオープンしましたけど、リゾートホテルなんですよ、はい、そこに泊まってアウトドアっぽいことちょっとやりたいねっていう時にはこういうリゾートホテル型のグランピングと、はい、もう一つはキャンプ場系ですね。キャンプ場っていうのは日本にまあいっぱいあるわけですけど、まあ、それぞれこう空き地になってて区画になっていたりして、でそこを一泊お一人いくらとか車一台いくらっていうような形で料金をいただくわけですけど、はい、それはテントを持ってる人、もちろんレンタルもありますけど、基本的には自立したキャンプができる人を迎え入れる場所がキャンプ場ですね。今ノルディスクっていうブランドが流行ってますけど、まあ高級なテントですね。そのテントを建ててデッキを張りまして、その中にコットっていう簡易ベッドですね、アウトドアのそんなものをしつらえてラグを引いて、でそこに大きなグリルがありましてね、でそこにもう焼くだけになった肉が届くと。まあそうすると当然客単価も上がりますよね。キャンプ場もそういうお客さんが来てくれればまた設備投資ができるというようなことで、キャンプ場が提案しているちょっとリッチなキャンプ、これは今すごく増えてますよ。それでグランピングでいうとやっぱみんな肉を食うんですよね。すごい分厚い肉を焚き火で焼くとかね、そういうことの方が大事にされてますね。焚き火も今すごいエンターテインメントになってきていて、今の子供たちなんかもうずっと生まれた時から IH だったりするともう火なんか見たことないじゃないですか。だから焚き火とかよくやってもらうんですよ、僕らのイベントでも。本当に喜んでやりますよね。だから火に触れることが本当にないから、大人でも結構それが嬉しいんじゃないですかね。まあ、ある種こう焚き火はずっと見てても飽きないですよ。昔田淵芳雄さんっていう作家の人が焚き火は森のテレビジョンって言ってて、ずっと見てても飽きないねって言ってたんですけどねまあ炎の揺らぎっていうのはひとときとして同じものはないわけですよね。で自分で食えればぼっと燃えるし、そういう焚き火を見たりすることが心の癒しになるんじゃないですか。火のないキャンプはやっぱり寂しいですよ。そう考えると本当にそのキャンプならではのいいとこというか、火を使ったりそのバーベキューというか肉、大きな肉を食べたりしながらもちゃんとした環境が整ってるっていうのがグランピングになるんですね。なんかでもお話聞いてイメージ持つと、なんかちょっとお金を持ってる人が楽しむようなものなのかなっていうようなイメージもしてくるんですけど。そうですね、まあ今コト消費っていうじゃないですか。つまりモノ消費からコト消費、体験型の消費にやっぱりみんな向いてるってことですよね。だそうすると今グランピングっていうのはその体験型消費の中で非常に注目されてて、みんながそれに見合う対価を払ってもいいっていう気持ちになってるんで高級な感じがするんだと思うんですよ。
だから本質的には自然の中でリッチに過ごそうと思ったら、それは絶対お金がかかるわけじゃないですか。確かに。でもなんか相反してる気もしますよね。大自然の中で贅沢をするっていうのもなんか、うん、そう。だからそこが、その二律背反がグランピングの最大の魅力だと思うんですよ。こんなところでこんなゴージャスなことを、だからワイルド&ラグジュアリー、グラマラスでキャンピング、つまり相入れない2つの概念をこう合体させることで、非日常的な体験、そのこと消費的にレアな体験、その辺がグランピングの本質だと思いますけどね。あの大沢さん、僕あのグランピング当然やったことないんですけども、はい、なんかおすすめのグランピング場というか、はい、場所っていうのはありますか？そうですね、千葉の香取にあるんですけど、ザ・ファーム、千葉の香取にあるザ・ファーム、こちらはもともと貸し農園なんですけど、最近グランピングに力入れてまして、美味しいレストランもついてますしね。で、泊まって収穫体験なんかも例えばできるし、それからすぐ隣に温泉施設があるんですよ。でそこでお風呂に入ってきれいさっぱりして帰ると、まあ、東京から1時間半ぐらいですし、車でそうですね、あと止水のアウトレットも近いんで、帰り買い物して帰るっていう方法もありますねもうフルコースですね、はい。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。力強さか美しさか、選ぶ必要などない。一言で言えるような魅力ならもう私は満たせない。もう一つのデリカが走り出す、クリーンディーゼルと 4WD の力強さそのままに、本革シートのプレミアム仕様、洗練のエアロパーツで足元まできらびやかに演出する。三菱デリカ D5 ローデスとロイヤルツーリング、野生が気品をまとったその走りが心をまた一歩先へと連れていく。次はどこへ行こうか。三菱デリカ D5 ローデスとロイヤルツーリングデビュー。予報では今夜の大雪も明日の朝には嘘みたいに晴れる。2年ぶりのあいつらとの滑り、まだしばらくは眠れそうもない。明日も頼むぜ。窓の外のデリカにそうつぶやいた。いつものように4台連なって雪道にシュプールを描く。そう、俺たちのスキーはもう始まっているんだ。前を行くあいつがもっと上行こうとサインを出した。まだ誰も足を踏み入れていない俺たちだけのゲレンデ。仲間とならデリカとならもっと先へ行ける。来たー、やったー、どうぞ。さあ自然を遊び尽くせ。三菱デリカ D5 冬の特別仕様車シャモニー登場。
ではお次はグランピングの歴史だ。まずは1869年のエジプトに向かってヒアウィーゴー。大きな川の前だ。市で大勢の人が何か工事をしていますね。ここは1869年のカイロの北東100キロのイスマイリアだ。目の前の川は開通間近のスエズ運河だ。運河の縁にテントがたくさん立っていますね。砂漠の遊牧民ベドウィンのテントだ。あそこの大きなテントの前に王様みたいな人が立っているだろう。ああ、立派なヒゲの人ですよね。うん、あの人はエジプト総督のイスマイール・パシャだ。どんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけて彼の話を聞こう。やあ、イスマイール。N 博士、よく来てくれたね。おお、スエズ運河、間もなく開通だね。おめでとう。この運河が開通すれば、今年初めに開通したアメリカの大陸横断鉄道と合わせ、地球がぐっと狭くなるから、世界的な大旅行時代がやってくるよ。テントの隅に積まれた旅行カバン、もしかしてルイ・ヴィトンじゃないですか。君の連れの若者は変なところに感心しているね。おお、ルイ・ヴィトンのカバンなんてイスマイル、おしゃれじゃないか。一昨年のパリ万博の工芸品部門で銅メダルを獲得してからヨーロッパの貴族の間で流行しているんだ。軽くて丈夫な上に平らでいくらでも詰めるから、私もカイロから外に出るときはこのカバンに荷物を詰めて運んでいるんだよ。宮殿と同じレベルの生活をしたくてね。よく見たらこのテント下に絨毯が敷かれてクッションが置かれてゴージャスですね。あ、奥にはベッドもあるし、テントっていうよりも完全に家だな。ん？今気がついたけど、君素敵な猫を連れているね。その猫、ファラオの純金のマスクと交換してくれないか。町一個買える値段だぞ。え、はい、どうぞ。え、いやこのピートは大切な仲間なので、お金に換えることはできません。あ、いや、そんなことは別に。我々は旅の先を急ぐのでこれで失礼いたします。神のご加護。恋新一、ピートを黄金のマスクと交換しようなんてひどいじゃないか新一。ああ、町1個分の値段と聞いてついクラッとして。ピート、ごめんよ。それにしてもイスマイールが猫好きとは知らなかったな。アラブの人にしては随分西洋化された人でしたね。彼は若い頃長くパリに留学していたからな。ベルディにオペラアイーダを書かせたり、イタリアの陶磁器メーカージノリに古代エジプト模様のカップを作らせたり、いろいろエジプトの西洋化を推し進めた人なんだ。あの人とグランピングはどういう関係が？19世紀後半、大旅行時代が到来し、ヴィトンの富裕層はルイ・ヴィトンの旅行カバンに荷物を詰めて気軽に遠くに出かけるようになり、しかも旅先に自宅並みの生活レベルを求めるようになった。これがグランピングの源流だ。イスマイール・パシャはその先駆者なんだ。そういうことか。よし、じゃあ次は9年後のイギリス・ロンドン郊外に行ってみよう。1877年のロンドン郊外に到着だ。林の中にアルファベットの A の形をしたテントが立ってますね。こっちのテントは随分小さいな。あれがレジャー用に作られた最初のテントだ。テントの横で焚き火をしているイギリス人がいるだろう。はい、彼がレジャーとしてのキャンプの創始者なんだ。話を聞いてみよう。やあ、トーマス。 N 博士、久しぶり。はじめまして、 N 博士の友人の新一と言います。トーマスホールディングだ、よろしく。ああ、そのテント小型で軽そうだね。手製なんだよ。僕の本職は洋服屋だから、裁縫はお手の物さ。生地はシルクで防水加工してある。重さが13オンスしかないんで、ポケットに入れて持ち歩いているんだ。ついでに言うと、ポールは竹製で1ポンド、
マットはダウン製で1ポンド8オンス、全部合わせても重さは3ポンド5オンスだ。はあ、というとざっと 1.5 キロか。軽い。自転車でキャンプに出かけるにはテントを軽く小さくしないとね。雨漏りとかしませんか？寝るときは防水コートを着てキャハンを巻いたまま寝るんだ。ああ、大変ですね。でもキャンプはいいよ。経済的というだけでなく自由があるからね。いつか君が始めたキャンプが世界中に広まる日が来るよ。ありがとう。イスマイルパシャのテントとは対照的な簡素なテントでしたね。パシャのテントはグランピングのグラマラスの方の源流、トーマスホールディングのテントはキャンピングの方の源流ってわけさ。では次は1933年のケニアに行ってみよう。1933年11月のアフリカ東部、イギリス領ケニア植民地に到着だ。草原に真っ白なテントが張られていますよ。テントの前に立っている日焼けしたごっつい男に聞いてみよう。やあ、アーニー。 N 博士、アフリカにも現れるなんて神出鬼没だね。サファリかい？ああ、ヨーロッパの貴族連中がみんなやってるから俺も興味を持ってね。サファリって iPhone のブラウザーのことですか？ iPhone？ なんだそりゃ。サファリはスワヒリ語で旅行って意味だ。金持ちの白人が狩猟のためにアフリカの東部を陸路で移動することだよ。ああ、そういうことか。俺は現地人を召使いのように使う旅はあまり好きじゃないんだけど、狩りのスリルとルイ・ヴィトンの旅行カバンとサファリジャケットが大好きで、それでアフリカに来たんだ。それより今気がついたけど、そこの君、可愛い猫を連れているね。その猫、譲ってくれないか？そうだ、今構想を練っている小説の版権と引き換えでどうだい？いやいや、このピートは大切な仲間なのでお金に換えることはできません。ああ、猫は何者にも換えがたい友人だものな。言うだけ野暮だったか。すまんすまん。アーニー、我々はこの辺で失礼するよ。また地球のどこかで会おう。今の人は作家なんですか？アーニーはアーネストの略だ。ノーベル賞作家のアーネスト・ヘミングウェイだ。あの人がヘミングウェイか。魅力的な人でしたね。1933年、ヘミングウェイはケニアで3ヶ月間サファリをして過ごし、その時の経験をもとにキリマンジャロの雪という小説を書いた。映画化もされたベストセラーだ。やっぱピートと交換しておけばよかったかな。だだだだ、冗談だよピート、ひっかくなよ。ヘミングウェイも楽しんだサファリこそ現代のグランピングの直接的なお手本と言われているんだ。なるほど。ではグッド時代を飛んで2010年のロサンゼルスに行こう。プールサイドに真っ白なテントが張ってありますよ。ビーパル編集長の大沢さんが話されていたノルディスクのテントだ。なんかセレブっぽい人が大勢集まってますけど、何かのパーティーでしょうかね。そこの金髪の女性に聞いてごらん。はい。すいません、これ何のパーティーですか？呆れた、知らないで出席してるの？私の29歳の誕生パーティーよ。あなたは？え？私のことも知らないの？ああ、すいません。こっちに来たばかりで。私の名前はパリス・ヒルトン。あの有名な？名前は知ってるのね。よかった。名前が知られていないとセレブリティとは言えないもんね。こういう野外パーティーって流行ってるんですか？そう。最近のビバリーヒルズのパーティーは1930年代のサファリスタイルが主流なのよ。へえ。それより今気がついたけど、あなたかわいい。ああ、この猫は大切な仲間なのでお譲りはできません。そうじゃなくて、かわいいのはあなた。後で私の部屋に来ない？え、僕？
あの僕には好きな人がいますから、とにかく失礼します。博士、パリス・ヒルトンにナンパされちゃいましたよ。ナンパされちゃえばよかったのに。2010年のビバリーヒルズでは屋外にノルディスクのテントを立ててパーティーを開くのが流行してな。この後もデビッド・ベッカムやレディー・ガガが誕生パーティーをこのスタイルで開いたんだ。そうした状況を見たデビッド・トロヤという男がグランピング・ハブというサイトを立ち上げ、場所や用具を紹介したのが今のグランピングの流行の直接のきっかけなんだ。そういうことか。では現代に戻ってグランピングの話の続きを聞くとしよう。そういえばボッコさんとカオルさん、今頃どうしてるんでしょうね。ボッコさん、胡椒の瓶向こうの棚に戻してもらえます？ボッコさん、しっかりしてください。胡椒の瓶。あ、ごめんなさい。これね。考え事ですか？新一と二人で山に行ってリスナープレゼント用の寝袋を並べて寝ているところを想像していたの。新一さんのこと本当に好きなんですね。好きよ、大好き。そういう一途なボッコさん、可愛くて素敵ですよ。ありがとう新一。私のことグランピングに連れて行ってくれるかな？三菱自動車ピートの不思議なガレージ。静岡県は富士宮市にあるふもとっぱらキャンプ場に到着だ。ああ、ここにもノルディスクのテントが立ってる。N 博士、こちらです。いやー、わしざきさん、新一、こちらはさっきから話に出ているデンマークのアウトドアブランドノルディスク社の日本法人ノルディスクジャパン代表取締役社長のわしざきひろのぶさんだ。はじめまして、新一と言います。よろしくお願いします。新一君、どうぞよろしく。わしざきさん、新一にグランピングに欠かせないノルディスクのテントについてお教えいただけますか？はい、もちろん。わしざきさん、ノルディスクのテントっていうのは普通のテントはまたちょっと違うんですか？メインの商品がですね、テクニカルコットンというのを使った商品になりまして、綿とポリエステルを一緒にですね使った特殊な生地になります。で、何が特殊かというとですね、まあ外でテント張ると雨が入ってきて、まあ、濡れたりするじゃないですか。します。で、通常はそのコーティングっていうのをやるって風や雨は通さないくするんですが、そうすると中が蒸れるんですよ。で、それを蒸らさないために通気度コーティングっていうのを施して、夏でも中は涼しい。で、さらにテントの素材が呼吸するんで中にいても非常にですね快適性が高い。で、冬は逆でまたあったかいみたいなことで、そういう特殊な素材を開発したノルディスクのテントっていうのが今注目されてます。夏は涼しくて冬はあったかいっていう、はい、そうです、はい、僕らの代表的なテントというのはワンポールって言いまして、真ん中に長い棒を刺して、でそこからテントを張るんで非常にこの居住性が高くて広いんですよね。真ん中にポールを刺すって、そうですね、真ん中にポールを刺して、でそこからこう広げて立てるというものなんで、非常に中が高くて広くて快適だという、まあ、テントですね。例えば6人用ぐらいのテントで、はい、中の広さってどれぐらいの広さになるんですか？6人用テントで大体、まあ、19.6 平米とかその辺ぐらいですね。7畳ぐらいですか？そうですね、7畳8畳ぐらいですかね、はいはい、結構広いですね。結構広いです、はい、天井も高いっていうのはやっぱりそのポールを、そうですね、ポールを立てて、大体ポールが2メートル30ぐらいありますけども、はい、例えばそのテントをこう立てるのっていうのは難しくはないんですか？難しくはないですね。慣れてしまえばもう簡単です。持ち運んで立てるというものがコンセプトになってますんで。ただまあ20キロ弱あるんでちょっと重いんで、車でまあキャンプ場に行くというようなパターンになると思います。そうか、折りたたんじゃえば車の荷台には乗せられるぐらいのサイズってことですね。もちろんです。はい、今でもそのノルディスクのテント自体がこのグランピングにマッチしたっていうのは何か理由があったんですか？そうですね、我々ノルディスク社は非常に大事にしている言葉がデザインオールウェイズプレイズロールっていうんですけど、これ何かっていうと、デザインが非常に重要な役割を果たすと。もちろん先ほど説明した素材なんかもテクニカルなこととか機能性って大事なんですが、まあ、そういうこといくら能が言っても伝わらないと。だからデザインが非常に良ければ
まあ、そこでもう全部解決されるっていうコンセプトがありまして、まあ、デザインと機能がまあマッチした、そしてまあ少しちょっと人気が出てきてるというのが現状かなと捉えてます。両方兼ね揃えてるっていう。そうですね、はい。まあ、特にデンマークはそのご存知の通り家具とか非常に有名でシンプルでいい家具が多いじゃないですか。まあそういうコンセプトで開発してますんで、まあテントも他にはないようなデザイン性機能性を備えたものが人気かなと、まあちょっと自負しております。はい。ノルディスクのそのテント自体には他にも何かこう特徴だったり特別な作りみたいなものってあったりするんですか？そうですね、結構ベンチレーション機能を結構つけてますので。ベンチレーション、はい、空気がまあ出入りするということなんですが、例えばまあ冬は寒いじゃないですか、中にちょっと暖房火を焚くものを入れたとしても問題ないですし。テントの中でですか？はい、結構ユーザーの方がそういうことやってますね。それが煙がこもっちゃったりって。いや、それがそのベンチレーションでこう抜けるようになってますんで外に。はい、テントの中で火使うってなんか不思議な感じですね。そうですね。ただまあうちの本国の社長なんかも北極とかに旅したりするんですけど、まあそこでテントやったり、あとアイスホテルって向こうにあるんですけど、氷でできたホテル、そこなんかにも協賛したりとか本国の方はやってますんで、冬でも中は暖くても大丈夫という優れもんですね。例えば日本の冬でも、例えばそういうテントであればある程度あったかいグランピングだったり楽しめるものなんですか？そうですね、寝袋なんかもものすごいあったかいマイナス30度ぐらいまでいける寝袋を作ってますんで、まあそういうもので寝れば本当に快適で、普通に家に寝てるよりもあったかいんじゃないかなと。外国の方なんか裸で寝てますよ、中で寝袋の。寒い中でも、はい、外は。よく僕らもその本国でキャンプとか行くんですけど、デンマークの方で、皆さん結構本当に裸で寝てるという。そんなに暖かいんですね。暖かいです、はい。もともと北欧のデンマークで生まれた、はい、ブランドがノルディスクです。はい、やっぱり北欧では例えばそういうグランピングだったりキャンプっていうのはかなりやられてるんですか？そうですね、もう日常茶飯事で、夏休みが例えば1ヶ月ぐらいありますよね、皆さん家族でやっぱりテントで車で旅行して泊まると、あと庭ですね、庭なんかもすごい広いんで、庭で大きなテント立てて、今日は外でゆっくり本読もうと、で携帯電話とかそういうのはもう持ち込まないで禁止だというような、結構そのまあオンオフみたいなライフスタイルで、グランピングって言葉はまあ最近ですけども、まあそういったアウトドアのライフスタイルっていうのは根付いてますね。こう例えばグランピングって聞くと、まあ全部用意されてたりっていうイメージもあるんですけど、例えばそういうテントを全部こう車に積んでどっかキャンプ場に行って自分たちで建てて楽しむっていうのもグランピングの楽しみ方の一つではあるんですか？そうですね、僕はそう思ってまして、まあグランピングのコツとか聞かれるんですけど、グランプって僕言ってましてね、グランプ、まあ全部頭文字取ってるんですけど、まず G はグランド、まあこれは場所とかどこに行こうってまず決めると、それとあと結局その土の匂いとか、土にちゃんとテントを張ることが結構大事 で土と接触して、地面と接触してこう楽しむと、これでまず G ですよね。で L はランプなんですけど、でランプはやっぱろうそくとかキャンドルとか、あとまあ最近だと LED の結構ランプで触れるやつありますんで、特にまあデンマークなんかの本社行くと日本より電気代が2倍なんですよね。だいたい日本が24、5円なんですけど、向こう40円以上するんですよね、キロワットあたりで。本当にセーブしてまして、再生エネルギーが 40% とすごい高いんですよ、再生風車とかああいうものですね。で僕はやっぱりそのランプとかを持ってってゆったりこうろうそくとかで過ごすっていうのは非常にいいんじゃないかなと思って、まあグランピングならまずランプを持ってきなさいと。それから A ですね、これはオートモービルってことで車ですね。まあ、どの車でどういうものを持っていこうっていうのは結構面白いですし、どこで集合しようとかいうのも楽しいかなと。行くまでも楽しいですよね。そうですね、はい。であとまあグランプの M なんですけど、これはモバイル、ちっちゃくなって持ち運びが非常にいいものが多いんで、まあ、寝袋でもちっちゃくなるとかバッグでもちっちゃくなるみたいなものを結構そのいろいろ持ちながらモバイル性の高いものを持っていくと。で最後はP はまあピクチャーとかフォトとかですけど、まあこれはまあみんなね写真撮ってシェアするということで、まあ非常に楽しいんじゃないかなってことで、一応これはグランプだと勝手に言ってますんで。でもなんかそういうテント立てたら、はい、その写真はやっぱちょっと撮りたくなりますよね。そうですね、本当に見させていただくとものすごいやっぱいい写真があって、なんかそれ見てるだけでグランピングした気分になることもあるんで、まあ、P も大事だということです。これは森崎さんが考えた。僕が考えました、はいはいはい、大事なものはって、大事なものはこれでお願いします。なるほど、はい。
crush it like the ashes of a cigarette. I try to smother out the embers, but I just can't quit. If there's a way to put it out, I haven't found it yet. Haven't found it yet. Yeah. It's like a habit, it's a craving running through my veins. It's an obsession, an addiction that I can't explain. If I give up everything, there's one thing that'll still remain. It'll never change. 'Cause I can't. さて続いてはだ、山梨県河口湖に面した丘陵地にある日本初のグランピングリゾート星のや富士に到着だ。うわー、丘の斜面の森の中にキューブ状のキャビンが並んでいておしゃれだな。あ、ここってさっきビーパル編集長の大沢さんが言ってたホテルだ。犬博士。いやー、五十嵐さん、新一、こちらは星のや富士広報の五十嵐由美さんだ。新一です、はじめまして。五十嵐です、よろしくお願いします。この新一に星のや富士のこといろいろ教えてやってもらえませんか。はい、いいですよ。もともとここの星のや富士の施設はいつ頃からあるものなんですか。昨年の10月30日にオープンしましたので1年経ったところですね。あ、ちょうど1年ぐらいなんですね。そうですね。で、私たちはもともと星野リゾートが運営するホテルですので、そちらがこうグランピングとして進化をしたという流れでオープンいたしました。ここは星野リゾートが作った星のや富士なんですね。はい。大体ここに来るのはその車で来る方がやっぱり多いんですか。そうですね。河口湖は都心から1時間半とか2時間くらいで来れますので、お車でお越しになる方が多いです。ここの星のや富士は本当に森の中にあるんですね。はい、そうですね。で、斜面のところにキューブ状の建物が建ってるんですね。こちらがご宿泊いただくキャビンと言っていまして、しっかりとベッド でお風呂にも入ってホテルライクな滞在ができるようにということで作っていますので、しっかりと快適な滞在をお約束をしています。キューブ状の建物が一つ一つが部屋になってるってことなんですね。はい、そうですね。さらにキャビンの中にいる間にも屋外のアウトドアの風を感じていただきたいので、すごく広くテラスを作っています。全体の3分の1ぐらいをテラスにしていますので、キャビンにいる間でも外に出て足を伸ばしてソファーにゆっくりしながら外の景色を見たり風を受けたり、そこでまたお食事をとっていただいたりっていうアウトドアをキャビンにいながらにしても楽しむことができるようにしています。で、ここ河口湖は特に冬場はかなり冷え込むんですね。で、キャンプですとやはり本当に本格的にやられる方でないと冬はなかなか難しいと思うんですが、特に河口湖はまたさらに冷え込みますので、そういった意味でもこういったしっかりと温まれる場所があれば冬でもアウトドアを楽しむことができるというふうに考えていますので、実はこれからの時期、冬こそグランピングリゾートのこう本番だと思っていまして。冬こそだと、冬こそはい、まず冬の森の中っていうのはすごく空気が澄んでいるので、夏以上にさらに気持ちのいい空気になるんですね。こう空気が冴えてくるというか、まずそれだけでも気持ちいいんですけれども、寒さをしのぐ必要がありますので、客室の中にコートを私たちの方でもご用意しています。なのでそれを着ていただければ、ほとんど冬の寒さ氷点下に冷え込むんですけれども、十分外で過ごしていただけるくらいの暖かさなんですね。で、あと先ほどの出てきましたキャビンの中の広いテラスにもこたつを今年は出したいと思ってますので、こたつが、はい、ドンと置いてあります。外ですよね。外なんです。はあ、はい、なのでそこに入っていただくと、うん、風は感じることができるので、ちょっとこう露天風呂に入っているような感覚で、
頭は冴えながらも体は温かいっていう体験が、うん、なんか外にこたつって不思議な感覚ですね。そうですね。で、星も綺麗に見えるようになってきますので、冬だけの星空ツアーというのを開催をしております。星空ツアー、はい、冬なので空気が冴えてくるということで、もともとこの辺りは高度も高い地域ですので、星がすごく綺麗に見られます。でガイドがつきまして、富士山の2合目までお連れしますので、全国でも屈指の星空が綺麗なエリアになります。それからキャビンにありますテラスに冬はこたつを設置しますけれども、そこにくるまっていただいて、鹿肉のしゃぶしゃぶ、鹿しゃぶ鍋、鹿肉のしゃぶしゃぶはい、あのこのあたり鹿肉というのは非常に美味しいんですけれども、とても美味しいお肉をご用意していますので、こたつにくるまってお鍋を囲んでいただくようなこともできます。その鹿肉のしゃぶしゃぶはこの時期しか食べれないんですか？はい、はい、12月の1日から3月15日までです。あ、じゃあ本当にこれからですね。はい、冬限定になります。じゃあ冬でもこう楽しめるものっていうのはいくつもあるんですね。そうですね、冬でも快適に冬ならではの楽しさを体験していただけると思います。当然あのキャビン以外にもグランピングを楽しめるような施設用意されてるんですよね。そうですね、キャビンを出たら敷地内をずっと丘に沿って上がっていただきます。そうしますと一番上にクラウドテラスと呼んでいますパブリックエリアがあります。こちらはデッキを張り巡らせていまして、ここでは焚き火を囲んだり燻製を作る体験だったりとか、とゆっくりソファーに腰掛けて空をこう見上げていただいたり読書をしていただいたりということができるようになってます。そこがメインのフロアになってくるんですか？そうですね、焚き火ラウンジと呼ばれるんですが、そこでマシュマロを焼いて召し上がっていただく方とか、はい、もうずっと火を眺めてらっしゃるような方もいらっしゃいますね。それ以外にも何かあるんですか？薪割りなんかも体験できるんですけれども、薪割りって斧みたいなので、いわゆる、はい、パカンと特別こう予約をしてじゃあやってみましょうとかっていう大げさなものではなくて、通りかかった方であればじゃあちょっとやってみようかなっていう形でやってみて、そんな感覚でできるんですね、はい、できます。で、私どもはスタッフをグランピングマスターと呼んでるんですけれども、グランピングも楽しむにはちょっとしたコツがいるんですね。焚き火でこうマシュマロを焼くにしても、ちょっと失敗すると実はすぐ焦げてしまったりとか、実は難しいところもあるんですね。でもそんなところをちょっとしたコツをさりげなくグランピングマスターがフォローしてくれたりとか、薪割りの仕方も教えてくれますので、そういった手助けを借りて、でも自然と過ごしていけばアウトドアを体験できていけるように仕掛けをいろんなところにご用意しています。意図しなくてもそういう自然の中で過ごすようなこう、そうですね、作りになってるというか、はい、ちなみに星のや富士山に泊まろうと思った時に、はい、大体いくらぐらいするんですかね？お一部屋5万4000円からという形になりまして、季節によって多少変動します。一部屋というのはキャビンの、そうですね、お一つが、で定員が2名もしくは3名になりますので、はい、普通に泊まるよりもやっぱりちょっと高いですよねそうですが、料金に負けない体験をしていただけるとは思います。なるほど。三菱自動車ピートの不思議なガレージ、力強さか美しさか選ぶ必要などない。一言で言えるような魅力ならもう私は満たせない。もう一つのデリカが走り出す。クリーンディーゼルと 4WD の力強さそのままに、本革シートのプレミアム仕様、洗練のエアロパーツで足元まできらびやかに演出する。三菱デリカ D5ローデスとロイヤルツーリング、野生が気品をまとったその走りが心をまた一歩先へと連れていく。さあ次はどこへ行こうか。三菱デリカ D5 ローデスとロイヤルツーリングデビュー。予報では今夜の大雪も明日の朝には嘘みたいに晴れる。2年ぶりのあいつらとの滑り、まだしばらくは眠れそうもない。
明日も頼むぜ。窓の外のデリカにそうつぶやいた。いつものように4台連なって雪道にシュプールを描く。そう、俺たちのスキーはもう始まっているんだ。前を行くあいつがもっと上行こうとサインを出した。まだ誰も足を踏み入れていない俺たちだけのゲレンデ。仲間とならデリカとならもっと先へ行ける。きたー、やったー、すごい。さあ自然を遊び尽くせ。三菱デリカ D5 冬の特別使用車シャモニー登場。さあガレージに戻ったぞ。おかえりなさい。肉を焼く準備すっかりできてますよ。うわ、見事な赤身肉ですね。グランピングを極める旅はどうでした？もはや完全なグランピング2ですよ。僕のアウトランダー PHEV 電気が取れるし四駆だし、みんなが行かない一歩先の場所まで行って近々完璧なグランピングをするつもりです。あれ、ボッコさんは？あそこでヘラヘラ笑っています。おい、ボッコどうした？いけない。また新一とリスナープレゼントの寝袋を並べているところを想像しちゃった。ボッコ聞いてくれよ。新一のやつビバリーヒルズでパリスヒルトンに言い寄られたんだぜ。なんですって？それでどうなったの？それがな、こいつ僕には好きな人がいますからって断ったんだ。好きな人って？もちろんボッコさんのことですよ。嬉しい。あ、ボッコさんが固まってる。ありゃりゃ、恋愛をディープラーニングしてから負荷がかかるせいかな、ボッコの人工知能がフリーズしやすくなってしまっているぞ。ちょっと再起動するかな。よいしょ、よし、再起動したぞ。ここで番組からのお知らせです。ピートが描かれた番組特製の寝袋を抽選で2名様にプレゼントします。へっ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 へ。おい、ボッコしっかりしろ。もっといけない。また新一と二人でキャンプに行って寝袋を並べているところを想像しちゃった。プレゼントは番組ホームページからメッセージを添えてご応募ください。プレゼント用寝袋も残るは4つ。来週でおしまいだよ。最後の機会だからみんなふるって応募してね。へっ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 へ。またかよ。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブアットアース三菱自動車がお送りしました。